どうもありがとう。乗ってるかい。
回もねリハーサルを重ねて、まあ、あの神保さんがいないこの3人でねもう何回やったの6回ぐらいやったんですけどもね、うん、あのやっぱりその6年分のブランク、それから彼女としては全部新曲っていうね、このプレッシャーにこうどう、勝つかというところでのね、あのリハーサルをやりまして、で神保君は、最終的なねリハーサルで入ってもらったんですけども、もう大変でしたねでもなんかすごい新鮮だったよね、うん、やるたびに ね、あのどういう音にこう作り込んでいくかっていうのがね、あのだんだんとそれがこう決まってくる過程がすごい面白かったですよね、うん、特に自分にとってはもう本当全部新曲で、でもうあれもやらなきゃこれもやらなきゃパッチチェンジもやらなきゃアンプもしなきゃといろいろ今回課題があったんですけど、あのなんかそういうことをこう忘れさせてくれるぐらいなんかこう乗せてくれるというか演奏で、うん、だいたい今までもその自分が気張らなきゃいけないシチュエーションとあと乗っかれるシチュエーションといろいろあったんですけど、あのこの皆さんの出す音っていうのは自分がこう乗っけさせてもらえる音を出してくれるのですごく演奏楽しいです。まずはパフォーマンスですよね。こう自分の個人的な目標っていうのは、皆さんに踊ってもらうっていうのがまず第一つ目のこうコンセプトなので、ですからも見てくれた人がもう視覚的にもあのリズムを楽しんでもらえるような、まあきついんですけどねこれ今でだけどあのそういうふうに楽しめるようなライブっていうのをあのこれからもやっていきたいと思ってるんですね。それは分かりませんあのみんな分からないところであって、でそれがどうなるかっていうのをみんな楽しみにしてるんじゃないかなっていうところはありますね、うん、